今ここで変えないと多分変わらなくなるのかなっていう、なんか本当に今ある意味チャンスっていう、じっくり向き合って変えられる何がこう使命なのかとか、自分でも気づかないことに気づいたりすると、まあ、それでこう自分らしく生きられる。個性を色で表現しているんですね。好きな色とこの自分色が一致してるとやっぱりうまくいってたり、私その色あまり好きじゃないっていう方はやっぱりそこからまず自分をなんかこう変化させて、ちょっと素直にそこに従って生きてみるとうまくいったりとか、インディゴさんは結構深く深くいろいろ分析したり、本質に本質を追求するみたいな、自分色で輝く彩りある人生、本当に人と比べなくなるっていうのが本当にその人のなんかこう美しさとか、内面だったり外面だったり美しさとか生き方とかにすごく関わってくるなって思うので、やっぱりこうあなたはあなたで素敵なところいっぱいあるよとか、そのままでいいよっていうのをこう大事にしてもらって、今をまたないがしろにするんじゃなくて、今もすごく大事にし続ける。キレデザインがこう人生を自分でまあデザインするっていう、内面とかあり方とか、私はそのやっぱり生き方美人っていう、生き方美人を増やしたいっていう、学ぶの好きな方多いと思うんですけれども、本当の学びってやっぱりこう日常で使えたりとか、結局使っていかないとただ知ってるだけって、と、あと双子っていうのもあって、まあいい意味で諦めがついたんですね。もう専念しようとか、育児をとにかく楽しむとか専念しようと思ったの。社会と分断されたというよりは、もうなんか社会、自分がもう社会を、ともう離れてもうなんか、この自分の世界に入ってたような、いろんなこう働き方の選択肢が自分で、選択肢があるっていうことを知ってもらいたいなっていうふうに今は、人の悩みがこう、3つあるみたいな話をしてるんですけども、自分がわからない、他人がわからない、未来がわからない、色で表現して自分もわかるし周りの人もこう色でわかるし、あと未来も実は運気っていうのがあって、そこでわかることで、なんでこう自分のらしい未来をどんどんデザインできるんですね。楽しく未来を描けたら、それに向かって未来がこうやっぱりこう上に向いてたら、どんなことがあっても下がってても、こう平凡な人生だったりマイナスな未来を考えるよりは常に上にいられるので、私はやっぱりこう好きなことで周りの人にこう感謝されるっていうのが本当にすごい喜びだなっていう風に、好きなことただやるっていうのだけではなくて、やっぱり好きなことでやっぱりこう、結果周りの人に喜んでいただいて、なんかもうありがとうとかいただけるので、自分の存在なんかこう役に立てたなっていうのが、やっぱりこうマギバーっていうか、いい循環が生まれて、本当に自分もそうだし、身近な家庭もそうだし、そこから広がるいろんな世界がみんなこう平和、余裕がなかったり満たされてないとこうね、なかなかこうギブがね、できないと思うので、まずは本当に自分を満たすっていうのもすごい大事だなっていう。私の、ミッションは、自分色で輝く生き方ビジョンを増やすっていうのを掲げてるので、本当に、自分らしく輝く女性を応援していきたいと思います。はい、どうもありがとうございました。かおちゃんでした。